様之助、夢丸の素性が分かったわ。あの子は農民の子よ。何？4年前、戦で両親も殺され泣いていたのを通りかかった雪姫が見つけて連れ帰ったのよ。雪姫は夢丸を弟のように可愛がり、夢丸も姉上姉上と慕うようになったらしいわ。それで助けたくてここまでやってきたのか。しかしわからねえ、藤吉郎はなぜ夢丸を捕まえようとしているんだ。何か裏がありそうね。うん。様之助、一緒に出る方法を探しましょう。うん。ここは何の部屋かしら。サマノスケ、どうなってるの。サマノスケ、閉じ込められたみたいだ。どこか出られそうなところはない。サマノスケ待ってて、すぐ助けるわ。ここまで来ればもう大丈夫そうね。私は手がかりを探しに行くわ。うん。
夢丸。おっと、これはこれは、様之助殿、考えていただけましたかな。信長公に使える剣。どけ。おっと。あの小僧を救おうだなんてもう間に合いませんよ。信長公が玄馬の力を借りて天下を取ろうとしてるのはもうご存知でしょう。無駄な努力はやめた方が良いんですぞ。ふざけるな。それで罪もない大勢の人間を玄馬の餌として地底に送り込むのか。そうだ、この世は弱肉強食、農民は侍に従い、人間は玄馬に従うしかない。てめえ、あと一刻も経たぬうちに暗黒儀式が行われる。雪姫のドクロに基地を満たし、信長公が一気に飲み干せば、斎藤家との戦は我が織田勢の勝利間違いなし。にゃっと。またお会いしましょう、様之助殿。